俺たまごです。スリチャンネルを始めようと思います。で、第1回目でいつもの人ととりあえず釣ってるとこですね。釣ってるとこ撮って、まあどういう番組になっていくかわからないですけど、とりあえずやっていこうと思います。社長はとりあえず何するんすか？とりあえず今、餌釣りこれ無風洞に近いし、泳がせできるかなと思って。いや、できるでしょうね。こんな大物一発大物狙いとりあえず僕ジギングやっていきます。根魚釣り、あのここ下に船が沈んでて、新鮮だ、結構小さい魚とかがついてて、それを食べる魚が多いんで、 250g のジグですね。深さが 120m。 めちゃくちゃやりやすいです。あ、そういい感じに出よる。50メートルぐらいのところにいそうっすね、ベイトみたいな。ああ、そう。はい、映ってる？映ってます。そこはもうお祭り状態。ラーメン消すの？ああ、めんどくさいっすか、設定。え、設定めんどくさいっすか。どうすんのやかったかな。あ、サングラスなの。それがお祭り状態なんだよ。うん、何かがわかるな。うん、岩下味だったやつかね。うん、ほんまに。そいつは農家ですか？これ農家ですか？なんぼなんでもな。長さ勝負してて、あの長い方を釣った方がご飯おごってもらえて、夜ご飯毎回やってます。おー、ようついてる、ようついてる。いい味じゃないですか。いい味、最高じゃないですか。それおったらええですね。泳がせできるで、できるできる。一番いいやつ消えましたね。変わったっすか？あ、抜けた。あ、食ってたじゃないですか、なんか今。あのな、魚一瞬変わった。変わった、変わった。絶対味食っていきました、今。ほんまに。アジ食ってきました。割としっかり高いかな。これ無事やったらええタイプですね。おお、はい。バラしたらあかんなの。ええとしては。あ、ほぼか。ほぼ釣れました。
番出たかな。あ、こうかな、多分。マジか。あ、イエソか。なんやん。イエソです。でかいでかい。おんねんな、ここ。うん、やっておんねん。あ、危ない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 。そんな元気な。やったー。えやこ。これめっちゃデブい。ほんまやな。はい。やりました。今日2日目です。今日もジギングから、深さが190m。あら、釣れた。大きいのおるんかな。おるやろ。一気にテンション上がった今。あらす。やっとヒットっすね。やっとヒット。ほんまにやっとヒット。外れたー、今中へ。250m かな。250m。お、タヌちゃんや。タヌキ。あ、じゃあもうこのままやっぱり。タヌキメバルでー。タヌキ。わーい。ここでやっちゃう？ね。でかいの来ました。なんやろな、ほんまに。うん、よう引き寄るしな、三打引きみたいなのもしたもんな、さっき。タイかな。タイかな。そこですか。そこ。
あー、ほなあらかもしれないですね。あれやったらええされた。あれやったらええですね。馬面おらんかな。いやめなドキドするやん。どっちでしょ、浮く魚。あ、見えてきた。見えてきた、10m。 できればこっちに寄せてほしい。よし、でかいでかい。カメラに映らへんな、このあれな。あらえな、大きい大きい大きい。大きい、うん、素晴らしい。サメ？あら、あ、タイヤ。え、あらや、やったー、でかい。これはすげえ、すげえ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、片手持てへんな。はい、オッケーオッケー、素晴らしい、やったー。これはすげえ。ああ、映ってる映ってる。おお、すげえ。よいしょ、重たかった。イエーイ。見てしもうたかな。やっぱポイント取って大事っすね。おー、Aサイズやん。よっしゃ、これは稼ぐぞ。そうですね。よいしょ。また大きいのかけちゃいました。なんやろな。ヒラメはよく釣れるんですけどね、ここは。残り10m。はい。前みたいに100センチ超えてるブリやったりして。可能性あるんちゃん。いや、あ、見えてきたわ。何やろこれ。あ、重んか。でっかいブリ。出た出た。ヒラマか。いや、ちょっと竿置いてちょっとやりますか。休憩。よし、前、あ、外れた。危な危な危な。外れたよ。よいしょ、商品ですね。あー、危ない。よいしょよいしょ。あ、おるっすね、やっぱここなあ。ブリか。ブリですね。ちょっとメーター超えてますね、多分これ。超えてるね、普通に、うん、おお、いいっしょ。うわ、車に落ちてきたら怖いな。取れてたかな、今落石。取れてるんちゃう、ね、え、俺の正面も映ってるかもしれんけど。こんなとこで椅子でやってたら危ないよ。危ないですよね、一本で。うん、そうそうそう。超過です。今日も500個とか使ってた。てことで帰ります。はい、動画視聴ありがとうございました。まあね、カメラの位置とか、こう編集してね、あ、もっと近づけた方がいいかなとか、いろいろ改善点があったんで、まあ第一弾としてこんな感じだったんですけど、平均的に1週間に1回やってるんで、で、今回は、まあ、結局、丸々2日間、だから20時間、まあ言ってない、15時間ぐらい釣りしてて、2週間に1回ぐらい釣りをしてるんで、
1日ずつぐらいを前半後半ぐらいで分けて1週間に1回ぐらいは釣り動画もアップしていきたいなって思ってます。まあそやね、カメラも一個欲しいな。稼いでカメラ買おう。ということで、ご視聴ありがとうございました。また、料理動画の方も釣り動画の方もよろしくお願いいたします。今日もありがとうございます。